です。よろしくお願いします。まあ漫才師っていうのはね、あの滑舌がいいっていうのは大事なことなんですよ。それよ、大事ですよ。あのね、いろんな稽古方法がありまして。はい、いっぱいありますね。僕新しいのちょっと仕入れたから。あ、教えて。うん、見て。見て。てててテレテテテレテテテレテテテテテテレテテテレテテテレテテ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 やってテテテテレテテテレテテテテテレテテテレテテテテテテレテテテレテテテテレテテ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 テレテテ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 そんな言うたらあかんやろ、うん、あとね漫才師大事なのは何喋るかっていうね、何喋り出す時、ああまあって言われるやつですね。そうそうそう、一番難しいのがあの、うん、ピクルスを抜いてくださいっていうタイミングね。ちょ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 、漫才の話してたやん、うん、関係ないやんピクルスは。いやいや難しいね、いつ言うたらええか分かれへん。注文するときに抜いてそれがいつか分かれへんねん。ちょっと入ってきて、じゃあちょっと入ってきて。ビーン、いらっしゃいませ、はい、ご注文の方はハンバーガーセット。ハンバーガーセット。お飲み物はコーラ。サイドメニューはポテトで。こちらになりますけど、ピクルス抜いてください。遅いな、全部入ってもうてるわ。いつも抜いてもらわれへん。抜いてくれへんよ、もっと早く言わんと。ピクルス抜いてください。早すぎんねん。店の外で言うてるから。抜いてくれへんやろ、それやったら。ウィーン、いらっしゃいませ。フィレオフィッシュセットで。ピクルス入ってないやろ。タルタルソースしか入ってないやろ。ウィーン、ガン、いた。いや、そんなんいらんから。ぶつかる人ようおるけど、いらん、それは。いらっしゃいませ。あの、機種変更したいんですけど。店が違う、帰れ。雨降ってきたなとかいらんから、はよ入ってきてよ。いらっしゃいませ。おはようございます。バイトくんやないか。雇う暇ないわ、そんなもん。ウィーン、いらっしゃいませ、はい、ご注文は、ハンバーガーセット。ハンバーガーセット。ピクルスを抜けん。ムカつくねん。あかんやろ、失礼やろ、それやったら。テレテテテテ、それええわ。滑舌の練習ええわ。もういらっしゃいませ。ハンバーガーセットで。ハンバーガーセット。ピクルスを抜いてください。ピクルス抜きましょう。抜いたピクルスをあちらのお客さん、あげんでええねん、そんな。ピクルスだけ来てどないすんねんな。お前来て。お前来て、うん、分からへんの、うん、簡単なことやのに。ウィーン、ウィーン、何が開くねん。おかえり。おかえりやるか。ウィーン、いらっしゃいませ。ご注文の方はハンバーガーセット。ハンバーガーセット。ピクルス抜いてください。これでいいのよ。お前東京行ってピクルス抜くんだってな。何のドラマやん。東京行ってピクルス抜くってしょうもないわ。おウィーン、わざわなんで切るの、おかしいやろ。ウィーン、いらっしゃいませ。ご注文の方はハンバーガーセット。ハンバーガーセット。ピクルス抜いてください。この中にピクルスを抜くことができる方おられません。お前が抜け。お前が抜いたらええねやろ。ウィーン、いらっしゃいませ。ご注文の方はハンバーガーセット。ハンバーガーセット。ピクルス抜いてください。あなたの抜いたピクルスはこの金のピクルスですか、それともこの銀のピクルスですか。緑のピクルスや。あなたは正直者です。ご褒美にこの金のピクルスを挟んでいらん言うてんの。金でも銀でもいらんのよピクルスは。アホやな、髪の毛を抜くな。そんな難しいこと頼んでない。それ入れたらあかんがな。一夜やったらあかんがな。それはだいたい言うタイミングが分かった。それは分からん方がおかしいよ。ただ俺ピクルスあんまり嫌いじゃないねん。どないやねん。もうええわ。